前回あの、まあ、プロ野球関係の話ってあるんですかって中で、はい、なんかこの球場はちょっと有名なんだって話していただいたじゃないですか言える範囲でいいんですけど、はい、この選手って結構霊感強いらしいよみたいな人っていらっしゃるんですか、はい、そうですねあのロッテにも一人いたんですけどね先輩で。先輩で,、はい、でそのキャンプ地の,そのホテルので寝てたらしいんですよね。はい、その複数人 アだったんですよ、昔の二軍は、ええはい、で複数人部屋でそのある選手が寝てたらお腹の上に女の人が立ってたらしいんですよはいでそれが見えたらしいんですよへええ、わ女の人立ってると思ったら次の日にその選手盲腸になりましたえどういうことどういうことなんですかなんかそれ何か,なんかいたいってなってえー、その女の人って誰なんでしょう,そそう何も言っってなかったですけどああ、あいつ 昨日女の人腹の上に立ってたからなってって。そんな普通に見えちゃうぐらい霊感強い方、先輩で。ういうはい。それピッチャーの方ですか。あ、ピッチャーの人です。はい。その方ってピッチャーの時にいろん,んなもの見えちゃってたんですかね。はい、どうなんですかね。でもそこまでは。 その有名なな選手じゃないですけどね<ー>、はい、でもやっぱりねプロ野球選手の方もたくさんいらっしゃいますから、はいはい、各チームに何人かずつぐらいはいらっしゃるのかもしれないですけどね。でねそんな話が好きだから、はい、そういう話もたくさん聞いて,聞いてくるっていう。はい、で今回は人から聞いた話してもらっていのですが。 聞いたっていうかその知り合いの方が体験した話なんですけど、その方というのはプロ野球関係の方ですか？か全くないです。あ、全く別の世界の方。はい。はい、じゃ早速お話聞かせていただいてもいいですか？はい、あの北海道の話なんですけど。はい。あの病院っていう。それ何市になるんですか？何市かどうかちょっと忘れちゃったんですけど、あのあるんですよ、はい、病院っていう。 えー、ところが、はい、そのもう、なんか心霊スポットらしくて、有名らしいんですよね。廃屋病院なんですよ、ね。ああ、以前経営してた、はいはい、今は廃病院、え、結構大きな病院なんですかあ。はい。総合病院。あ、そう、はいはい、でそこで、そのもう、その、なんか肝試しに来るとか、そういう心霊スポットとして、めちゃくちゃ有名らしくて。はい、その時も、あの、友達4人で、じゃ、行こうぜ。で、そのどっかでご飯食べた勢いのりで、じゃ、行こうぜって行っ,ったらしいんですよ。はい、で、病院に。 でそのもう入り口とかはあのなんか鎖でもう巻かれてて、うん、もうその正面玄関とかからはもう入れないようになってるんですよね。でそれが1階の一番奥のだからこうなんかこう下に置かれてるなんか木くずとか椅子とかを伸ってこの小さい窓があるらしいんですけどそこを開けて。 そっからら入っていくらしいくしでその友達4人で入っていって「わここが心霊スポットゼルらしいぞここってやばいらしいよ」ってってみんなこの手術室見てじゃあ病室見て霊安室見てで1回じゃ二2回行こうって言って2回見てでその各回見てたわけらしいですよ、はい。で、まあ、一通りその病院の施設内 全部の部の屋行きました、まあ、もちろん入れるとこもあれば入れないところもあるけども、うん、でも友達4人で見てて「何も起こらないのよ」うん。そんな別にみんなが言うほど大したこともねえな。みたいな。うん、でまあみんな若かったんで。はい、でどうする?」って,ってもっと見る?」でもどこも見たよな」って言ってたら「ドーン!」って、はい、もうありえないぐらい大きい音がこの静寂の。 <laughs> 病院の中でしたらしいんですよ。はい、うわーって言って、出ろ出ろ出ろって言って、階段降りていって、<ー>またそこの最後のドアから、窓から出ていって、で、車までたどり着いて、は今な今だって,って <laughs> ありえない。お前、なんかやっただろうみたいな。いや、俺は何もやってない。何もやってない。何もやってない。いや、でもあんなお前、誰かが音鳴らさないとあんな音なんないだろうって、何もいなかった、誰もいなかった、俺は4人しかいないみたいな。いや、何もやってない。何もやってない。 あれあれあいついないじゃん。え三<ー>人しか出てきてないんですよ。一人いないです、ね。一人。あれ何とかあいつどうしたんやと。おい、腰抜かして倒れてんちゃうかみたいな。<laughs> なんで連れて帰ってやれへんねんいや、お前、それどころやなかったやろって,言って。おはもうあいつも情けねえなみたいな。 じゃあ、また連れ戻しに行こうかってでお前そんなお前あんな大きな音していやひょっとしたらあいつがこけたのかもしれないじゃんってだからちょっともう連れ戻しに行ってやろうなそんなまあ、かわいそうや一人ででもう一回そこから窓からよじ登って入っていって,ってで見回してで、とりあえず廊下伝わって階段を向っていないんですよ、うん、でもその一本道しかないんですよ出るのはそこしかないん で、いやまたじゃあ部屋とかに入ってるかもしれないからじゃあもう一回全部探そうって言ってひ通とおりじゃあ手術室から霊安室病室ナースステーション全部ビデいって「おいなんとかおい出てこいよおいどこにいんだよどこにいんだよどこにいんだよ!」みたいなもうなんか響くぐらいですよね<ー>反響するとかね音が。でも 全部探したのにいいないんですよ、はい、でも病院の前に車を止めてるからその病院から車に行くまでにいなくなることもないんですよ。どこもいないぞやばくないかって。で警察に電話して、はい、そっから「いやこう,こうこうで病院で肝試ししてたらいきなり大きい音が鳴って」。 でそして慌てて僕らは逃げてきたんだけども車まで来たら何とかっていう一人いなくてでその後も敷地内全部探しましたけど、うん、いないんですって警察とわ来たらしいんですよで説明してでもちょっと今暗いからうん、うん、じゃあもう夜中もう朝方だったんでそれも探してじゃあ日が明けてから捜索入るから、うん、じゃもうちょっと待っとこうってなって 日が明けてから一気に人も増えて、はい、その病院捜索したんですよ、えー、みんなで警察も来てでもどこにもいないんですよ、えー、倒れてるわけでもなければどっかに隠れてるわけでもないですし何かに落ちたわけでもなければどこにも敷地内、そのもちろん病院の中病院の周りの敷地内、もうありとあらゆるところ探してもいないんですよえ、うん、君たち本当に4人で来たのかと いや、4人できましたと。最初からお前、化かされてんじゃないのか。いやいや、ちゃんと4人できましたと。で、うん、も、いなくなった。まあでも、こんなに探しても、いないんだから、一人で帰ったっていうことはないのか。いや、でも車で来てて、あいつが一人で帰れるなんて、考えられないです、みたいな。でも、まあ、とりあえずはもう、じゃあ、今日はみんな家に帰れと。うん、ひょっとしたら、 帰ってるかもしれないだろうって言って、になったわけですよ。でももちろん、そいつの家にも、そいつは帰ってきてないんですよ。<ー>で、1ヶ月経ち、2>, はい、2ヶ月経ち、えー、いないんですよ、そいつが。どこにも、もちろん病院にも。ってなったときに、そいつの実家、はい、夜ですよ、ピンポーンってインターホンになったんですよ。えーで 家族がはい出たらいなくなったそいつが立ってたんですよ<え>玄関にしかも真っ黒な髪だったのに真っ白な髪になって数か月で立ってたんです、はい、おいなんとかお前どこ行ってたんやみんな心配して探してたんだぞパタッと倒れて<え>玄関で、はい、意識不明っす 入院です。ずっと。で、またそっから、数週間、数ヶ月、意識も回復することなく、<っ>いきなり真っ白な髪になって帰ってきて、ずっと病院で、寝たきりですよ。でもまあ一応帰ってきたと。はい。でもどこ行ってたのかもわかんないと。で、ある時にですよ。はい。病室で、パッて目を開けたらしいんですよ。はい、病院で、 死にたかったのにって言って死んだらしいですえぇ、ー、それで亡くなられてしまったんですかはっ家に帰ってきて倒れてそこからずっと意識が戻らなかったでも最後に意識戻って<は>一言言って亡くなられてしまうその病院で死にたかったのにって言って亡くなったらしいです やばくないですか<や>でもそれがその,もうその人が体験したやつなんでそうですよね、はい、これ何年ぐらい前の話なんですかいやでももう僕が聞いたのがもう15年は前の話なんで、うん、多分その15年から20年前ぐらいの話だと思いますけどね、うん、何があったんでしょうねだからどこに行ってたかも分かんないんですよ そうですよね、はあ、でいきなり数か月で真っ白な髪になってたってなうんでなんか人間すごくこうストレスを感じたり、はあ、恐怖を感じた時にそういうふうになるなんて話聞いたことありますけど、はあ、でもそれでね数か月経って帰ってくるっていうだその間どこに行った,たのかも誰もわかんないですよしゃ喋ってないんで意識もね失ってしまった、はあ、わけです、ね、はい、あ。 でその病院で死にたかったっ,だったって言って亡くなったらしいんですよ。でもすべてが謎なんですよ。だからこそめちゃくちゃ怖いですね。うん、とんでもない話ですね。いやとんでもこれはとんでもないと思って僕が今まで聞いた話の中で一番とんでもなかったですね。身近でしかも知り合いの人が体験して。いやもう考えても。 どういうういことだろうって全然想像がつかなないいというか、はい、なんかん本当にそれこそ消えてしまったっていう時に、はい、なんか時空の歪みか何か違う異世界に引きずり込まれてしまったのかなダーンって音っていうのはダーンってこう連れていかれたその世界にっていう音なのかなとか思ったりもしたんですけど、うんうん、だからそのまままだ行方不明になっていなくなってるだけだったらまあいろんな想像できるんですけどはい、はい、帰ってきたっていうのそうなんですしかも実家に、ね、はいはい ちゃんと帰ってこれた自分で帰ってきたはずなのに、はい、病院で死にたかった。ったはあ、でももその病院はもう廃屋すからね営業してないんですよな,んなんですかねその病院で死にたかったっていうのもその方の言葉なのかもしかしたらその病院で以前入院されていた方に入られた人の言葉なのかとか これこそ実は怪談というか考えても本当にわからないわからだはぁ、い、しかもね何か説明してくれればよかったですけど何も説明してくれてないんでその知り合いの方もわかんないよそうご家族なんかやっぱりあの創作願いとか出してたわけですよ、ね、そう,そう,そうはい。じゃっと帰ってきてっていういやーだからいろんなこと考えちゃうしでなんかこうなのかなとかって、うん、もう全くわからない 余白がすごく多いい話だからこそ怖いしうん、うん、しかもリアルですからねいや本当になくなってるっていうのもダンって音だけですもんね、うん、何にもないじゃんって思ってたのに、うん、それ以外は何もなかったらしいんですよそうですよね、はい、その音と人がいなくなったっていうなんか見えたとかねわけじゃないですもんね、うん、んいやーちょっとそのお話を聞かしてくださった方は今お元気な,方な、ね、あそうですそうですはい普通に。 だからあのもう一回連絡取りましたもん。